美女と野獣序曲で幕を開けました第2部はクリスマスファンタジーと題しまして、クリスマスの雰囲気にふさわしい名曲の数々を音楽隊から皆様への一足早いクリスマスプレゼントとしてお届けいたします。第2部の指揮者をご紹介しましょう。副隊長羽賀大輔三等空佐です。それでは次の曲に参りましょう。クリスマスの定番曲、赤鼻のトナカイをお送りいたします。物語の主人公は赤い鼻を持つトナカイのルドルフ。いつもその鼻をからかわれ仲間外れにされていたルドルフが、霧の濃いクリスマスイブにサンタクロースから、今夜お前の光る鼻で私のソリの道案内をしておくれと頼まれます。そしてルドルフはその大役を見事に果たして、仲間から称えられたというクリスマスに起きた奇跡を描いた夢のある作品です。それでは赤鼻のトナカイをお楽しみください。いただきました。さて今年100周年を迎えたディズニー、100年にわたり感動、夢、魔法、そして国境や世代を超えてたくさんの人々と心の奥深くでつながる物語を届けてくれています。続いてはディズニー映画の中でも冬の定番といえる作品で、家族や姉妹の絆を描いた2013年公開のアナと雪の女王から代表曲をメドレーにしたシンフォニックソングコレクション、アナと雪の女王をご紹介しましょう。映画の冒頭、男たちが氷を採取するシーンで歌われる氷の心、戴冠式の前に出会い
急速に仲を深めていくアナとハンス王子のデュエット曲、扉開けて。雪だるまなのに夏が大好きなオラフが、お日様のもと山や海でレジャーを楽しむことを想像して歌い上げる憧れの夏。アナがエルサを遊びに誘うも応じてくれることはなく、二人がすれ違う様子がもどかしい切ない。雪だるま作ろう。成長したエルサが初めて見せる生き生きとした表情、そして美しい氷の城に引き込まれるレッドイットゴー、そして初めてのパーティーとロマンティックな出会いへの期待に胸を膨らませるアナと、戴冠式を控え緊張で張り詰めたエルサが対照的に描かれた生まれて初めての6曲からなっています。どうぞ映画のシーンを思い描きながらお楽しみください。シンフォニックソングコレクション、アナと雪の女王です。Thank you.
Thank you.
レッド・イット・ゴーで歌を披露しましたのは航空中央音楽隊のボーカル森田早紀さんと演奏でした。シンフォニックソングコレクションアナと雪の女王をお送りいたしました。続いてもディズニー音楽の人気曲からお送りしましょう。1996年に公開の映画ノートルダムの鐘よりサムデイです。舞台は中世のパリ。ノートルダム大聖堂に一人ぼっちで暮らす心優しい鐘つき男カジモドが自由を求める姿を描いた作品で、シリアスな内容の中でも感動を誘うストーリー展開や作曲家アラン・メンケンによる聴く人の心を揺さぶる音楽、そして息を呑むような美しい映像が多くの人の心を掴んで離さない名作です。原作はレ・ミゼラブルの作者としても知られるヴィクトル・ユーゴーの小説で、映画公開の後ミュージカルも制作されました。サムデイは映画の中ではエンディングテーマとなっておりますが、ミュージカルではヒロインとその恋人が苦境の中二人の明るい未来を祈る場面で歌われます。本日はトランペット若松楓一等空詞とトロンボーン三古田七重三等空奏のデュオでお送りしましょう。それではお楽しみください。サムデイです。Thank you.
トロンボーン三古田七重三等空奏のデュオでサムネイをお送りいたしました。